どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルが貯まるクレジットカードの中で交換現金でね、 ANA マイルが貯まるクレジットカードまとめということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA マイルが貯まるクレジットカードの中で交換現金で ANA マイルがね貯まるカードをですねまとめてね紹介していきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。またね、こちらの動画は2023年1月版という風になっておりますので、もしね、2023年中にですね、この今回ね、紹介した動画の中のカードがですね、まあ、解約とかそういうのでね、変更になりましたらですね、またね、更新版の動画ね、作りたいななんていう風に思いますので、まあ、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ではね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、一番最初に紹介するカードはこちらになります。ANA Visa プラチナプレミアムカードですね。まあ、プラチナプレミアムカードということで、まあ、私もね、発行したことはないクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、年会費が8万8000円、家族カードが1枚4400円のね、プラチナカードっていう風になります。こちらのカードはですね、基本還元率で ANA マイルのね、還元率が 1.5% 還元っていうね、すごいカードになってるんですよね。ですので、どこで決済していただいても、まあ、基本的にはですね、100円で 1.5 マイルがね、貯まるクレジットカードっていう風になります。まあ、プラチナカードということで、まあ、年会費は高いんですけども、まあ、還元率もね、非常に高いクレジットカードっていう風になります。またね、プラチナカードっていう風になりますので、まあ、ANA のね、ラウンジとかも国内線限定にはなりますけれども、カードを発行していただけでね、利用することができるっていう風になりますし、またね、コンシェルジュとかプライオリティパス、またね、入会と更新ですね、ボーナスマイルが1万マイルもらえたりとかですね、まあ、こういった特典もね、利用することができます。で、このカードはですね、今現在は還元率がね、1.5%、こちら最大、まあ、基本から最大、両方ともね、1.5% なんですけども、2022年の途中まではですね、マイペースリブをね、利用していただくと、さらにね、ボーナスポイント分ね、もらえたりしましたので、まあ、こちらね、手数料かからなくても、ANA マイルのね、最大還元率 1.8% 還元だったんですけども、まあ、これもね、廃止になってしまいましたので、2023年現在はですね、還元率は 1.5% までね、下がってしまったっていった形になります。それでは次にですね、ANA JCB プラチナプレミアムカードですね。年会費が税込み7万7000円、家族カードが1枚4400円のクレジットカードっていう風になります。こちらね、ANA マイルの還元率は 1.3% 還元っていう風になっておりまして、ちょっとね、還元率は下がるんですけども、年会費もですね、1万1000円安くなっているっていう感じになります。まあ、プラチナカードということで、ビザのね、プラチナカードと、特典はね、非常に似ているっていう風になるわけなんですけども、まあ、ビザを選ぶのか、JCB を選ぶのか、国際ブランドでね、選ぶっていう感じになりますかね。まあ、JCB っていう風になりますんで、海外旅行とかはですね、すべてね、この1枚だけでカバーするっていうのはですね、ちょっと難しいかななんていう風に思います。ここはね、デメリットになってくるっていう風になりますかね。やはりね、ビザっていうのはですね、本当にね、どこでもね、利用できるところが多いので、幅広くね、利用することができるんですけれども、まあ、JCB だとですね、使えないところがね、出てくる場合もあるかなっていう感じですね。それでは次ですね、次は私の持っているこちらのカードですね。やはりマイルを貯まるクレジットカードといえばこちらのカードが出てきますね。マリオットボンボイプレミアムカードですね。まあ私の動画でね、何回も紹介してきましたけども、年会費が 49,500円、家族カードがね、1枚無料のクレジットカードっていう風になります。こちらのカードは、まあ、知っている方がね、ほとんどだと思うんですけども、まあ、知らない方もね、いらっしゃるかななんていうふうに思いますので、軽くね、説明させていただくと、このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは、ホテルのカードなんですよね。特に航空会社のクレジットカードではないんですけども、マリオットのね、プレミアムカードっていう風になっておりまして、発行したいだけでゴールド会員にしてくれます。で、年間400万円決済していただくと、マリオットボンボイのね、プラチナステータスがね、獲得することができるっていうね、クレジットカードになっておりまして、まあ、プラチナステータスになるとですね、アップグレードがね、スイートルーム対象になったり、レイトチェックアウトはね、16時まで。またね、クラブラウンジとか、朝食とかもね、利用することができるようになるね、このプラチナステータスがね、年間400万円決済していただくと、利用することが
できるんですよね。また年間150万円決済していただくと一括5万ポイントのマリオットボンボンホテルの無料宿泊特典ももらうことができるっていう風になりますんで、まあ年会費4万9500円ということで年会費は高いんですけれども、まあ、特典もねかなりモリモリのねカードっていう風になるんですよね。でこういったねホテルのカードにもかかわらずこのマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは貯まるポイントがマリオットポイントなんですよね。でこのマリオットポイントっていうのは本当にねいろんな航空会社のマイレージにね交換することができるっていう風になっておりまして、これで還元率がですねマイルの還元率で 1.25% がですね最大出せるクレジットカードっていう風になるんですよね。まあホテルのクレジットカードなのにマイルがね非常に貯まりやすいクレジットカードっていう風になります。でまたですね今回 ANA マイルでね話をさせていただいておりますけれども、このマリオットボンボイポイントっていうのはマイルもですね ANA、JAL、ユナイテッド、アラスカなどですねいろんな航空会社のマイルに交換することができますので、やはりねマイル最強カードって言われているだけありましてですねいろんなマイルにね交換することもできますので、貯まったポイントをホテルで利用することもできますしマイルにも交換することができるっていうね非常にね利用しやすいねクレジットカードっていう風になってるんですよね。一応ね徹底解説ブログみたいなのもですね概要欄にね載せておきますので、気になる方はですねぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードはですねホテルのカードなのにマイルの還元率は 1.25% のねクレジットカードっていう風になってるんですよね。まあ2022年ね2月までこちらね SPG アメックスっていう名前のクレジットカードだったんですよね。まあそれが昨年の2月に変更になりまして、マリオットボンボイプレミアムカードにね変わって年会費がね上がったって言った形になるんですよね。まあ前身の SPG アメックスが 34,100 円だったんですけども、今ね 49,500 円ということで 15,000 円ほどね年会費は上がってしまったんですけども、年間400万円決済するとねプラチナステータスになれるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね、まあ解約よりね改善の方はね上回ってるのかななんていう風に思うんですけども、まあここはね人によってまあ好みが分かれる部分ではあるんですけども、こういった形になります。私もね2022年世界一周とかねさせていただいたわけなんですけども、やはりねマリオットボンボイポイントっていうのはいろんなマイルにね交換することができますので、非常にね利用させていただきました。個人的にはねマイルを貯めるカードとしてはかなりねおすすめっていった形になります。それでは次にですね、こちらですね、こちらも私の動画ではね何度も紹介してきた JQ エポスゴールドクレジットカードですね。こちら年会費がなんと無料のクレジットカードっていう風になっておりまして、このカードはですね JQ エポスゴールドカードということで、エポスカードってありますよね、あれのゴールドカードがありますよね、それの JQ エポス版っていう風になっておりまして、通常のねエポスゴールドカードはエポスポイントが貯まるんですけども、この JQ エポスゴールドカードは JR キューポポイントがね貯まるっていった形になるんですよね。で年会費はですねこちら0円で維持することができるっていう風になっておりまして、で還元率はですねちょっとこのカードはねややこしいんですけども、基本還元率は 0.5% 還元なんですよね。で年間100万円を決済していただくとプラス1万ポイントプラス 1% 還元っていう風になるんですよね。で基本還元率が 0.5% っていうお話をさせていただいたと思うんですけども、このゴールドカードになるとですね選べるポイントショップっていうね、まあ、選んだところだけ基本還元率を3倍にいたしますよっていうね、まあ、ゴールドカード限定の特典があるんですよね。それを考慮するとですね選べるポイントショップ 1.5 倍で基本還元率が 1.5%、 またね100万円の決済時でプラス 1% っていう風になりますんで、還元率はですね 2.5% 還元のクレジットカードっていう風になるんですよね。でこの 2.5% 還元なんですけども、貯まるポイントは JR キューポっていう風になっておりますんで、まあ、これをね ANA マイルに交換していただくと ANA マイルのね還元率は 1.75% っていう風になるんですよね。本日紹介した ANA ビザプラチナプレミアムカードは 1.5%、 ANA JCB プラチナプレミアムカードが 1.3%、 マリオットボンボイプレミアムカードが 1.25% っていう風になりますんで、年会費無料にもかかわらずこのクレジットカードはですね ANA マイルの還元率100万円までにはなりますけれども 1.75% の還元率を誇るクレジットカードっていう風になるんですよね。非常にすごいですよね。ですので ANA マイルをねメインで貯められたいっていう方で、ちょっとねこの後説明しますけども、ポイント交換なども含めてですね
ちょっと手間でもいいから還元率を上げたいっていう方はですね、このクレジットカードをね、かなりおすすめっていう形になります。でですね、この動画でね、紹介させていただきましたけども、今まではですね、このカードっていうのはエポスカードを発行してゴールドカードでインビテーションをもらって、もらった状態で JQ エポスの一般カードを発行するとゴールドカードのインビでゴールドカード JQ エポスゴールドカードを発行できるっていうね、手順で紹介させていただいてたわけなんですけども、2022年の11月ぐらいだったと思うんですけども、なんとね、九州に行けばこの JQ エポスガラドね、直接発行することができるっていう風になるんですよね。しかも初年度年会費無料、翌年以降も50万円を使えば無料で維持することができるっていう風になりますんで、かなりねハードルが下がったっていう風になりますんで、ちょっとね九州方面まで、アミプラザだったと思いますけども、行かなくてはいけないんですけども、ぜひね気になる方はそちらでね発行していただくのがねいいのではないのかなと思います。もしね面倒だっていう方は、まあ、エポスカードね発行していただいてゴールドインビもらって JK エポス一般カード発行していただいてゴールドカード切り替えとかね、まあ、そういった感じで利用していただければいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、個人的にはですね、私の動画のチャンネルね見ていらっしゃる方はですね、リクバイラーの方がね多いかななんていうふうに思いますので、まあ、ANA のね徳旅マイルとかで九州方面出て九州行く機会があったら、まあ、発行していただくみたいな、まあ、そういった感じでね利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。それでは次に還元率の話にねちょっと戻るんですけども、選べるポイントショップで基本還元率が 1.5%、 100枚までの決済で、プラス1万ポイントのボーナスポイントでプラス 1% で 2.5% 還元のねこのクレジットカードで、この貯まるポイントが JR キューポということで、まずねポイント交換するにはですね、前回ねこちらの動画で解説させていただいた通り、 JR キューポから ANA 前にね交換する場合はですね、こちらの2枚のクレジットカードがね必要になります。こちら JQ セゾンカードと ANA みずほマイレージクラブカードなんですけども、こちら年会費無料のクレジットカードなんですけども、こちらね年間1回使わないとね有料になってしまうクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、まあ、両方ともね、無料で維持することはできます。この2枚のクレジットカードがないと、この JR キューポからですねこちらの図になるんですけども、 ANA マイルに交換することができないっていう風になりますんで、このポイントをですね交換現率で ANA マイルに交換するには、この2枚のクレジットカードがね必要になってくるっていった形になるんですよね。でまたですね、選べるポイントショップで 1.5% っていう話をさせていただいたと思うんですけども、選べるポイントショップっていうのは選んだところだけ 1.5% 還元で利用できますよっていうね、この選んだところでしかこの 1.5% 還元っていうのは利用できないんですよね。でこの選べるポイントショップの中にミクシーっていうのがあるんですよね。で SNS のねミクシーってありますよね。あのミクシーなんですけども、あの SNS のミクシーがですね、今ねミクシー M っていうプリペイドカードサービスを今ね運用してるんですよね。ですので JK エポスゴールドカードから選べるポイントショップでミクシーを選択していただいて、ミクシーのミクシー M にチャージしていただくと、このね選べるポイントショップのポイント3倍がね適用されるっていう風になっておりますので、基本的にはですね JK エポスゴールドカードからミクシー M を選択、選べるポイントショップで選択していただいて、ミクシー M にチャージしていって、ミクシー M で利用していただくっていうのがねおすすめルートになります。でそのねミクシー M のプリペイドカードがねこちらになります。ちょっとね息子にねシールをめちゃくちゃ貼られちゃって、まあ、こんな感じになっちゃったんですけど、この 6g って書いてあると思いますけども、このね 6g っていうのがこれミクシー M のね物理カードっていう風になっておりまして、今はね名前が変わったんですよね。昔は 6g っていう名前で、今はミクシー M っていう名前なんですけども、まあこれ自体がね今のミクシー M の物理カード、まあ新しくなったらですね多分券面もね変わって発送されると思うんですけども、残念なことにですね今新規発行をね停止しているんですよね、このミクシー M のリアルカードっていうのは。ですのでこれから利用する方はですね、クイックペイ、まあスマートフォンのねクイックペイとか、まあカード番号がありますんで、ネット決済とかね利用することができるんですけども、物理カードとして今はね利用することができないんですよね。新規発行し停止しちゃってるんでね。ですので今後ね、まあ再開されればねいいんですけども、一応ねこういった感じになっておりますので、まあネット決済であったり
クイックペイとかでね、年間100万円使える方であればですね、このね、JQ エポスゴールドカードっていうのは、まあ、100万円の決済までにはなりますけれども、ANA マイルの還元率がね、1.75% で利用することができるっていう風になりますんで、100万円までの利用に関しては、かなりね、おすすめっていった形になっております。ということで今回ですね、2023年になりましたということで、 ANA マイルが貯まるクレジットカードの中でまたね、高還元率をね、 ANA マイルの貯まるクレジットカードをまとめということで、どうもねやらせていただいたわけなんですけども、まあ個人的にね、どれが一番おすすめなのかっていうと、間違いなくね、マリオットボンボイプレミアムカードですね。はい、まあ今からね、新規でやろうという方はですね、私みたいにですね、ミクシー M のこのカードはですね、持っている方であれば、まあこの JQ エポスゴールドカードをね、1.75% で、まあ、100枚までのね、利用までに関しては 1.75% 利用することができるんですけども、やはりね、今物理カードが利用することができない、これから発行することがね、まあいつまでになるかわかんないですけども、現時点で発行することができないっていう風になっておりますんで、まあ、1.75% っていうのはね、非常に魅力的なんですけども、まあ、クイックペイとネット決済でね、100万円使える方はね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、万人にはね、ちょっとお勧めしづらい感じですかね。リアルカード保有している方はね、いいと思うんですけども、これから新規参入っていうのはね、ちょっと難しいかなっていうところもありますよね。ですので、その点を考えるとですね、やはりこの、マリオットボンボイプレミアムカードっていうのはですね、6万ポイントをね、一気にマイル交換していただければ、還元率がね、1.25% っていう風になりますんで、まあ、ちょこちょこね、交換していただくと、ちょっとね、1% 還元まで下がっちゃうんで、6万ポイント貯まって、6万ポイントで各種マイルにね、交換していただければ、アビアンカ、デルタ、大韓、アメリカン航空以外であればですね、基本的には6万ポイント交換していただくと、2万5000マイルにね、交換することができるっていう風になりますので、やはりね、このマリオットボンボイポイントっていうのは、まあ、他のマイルにも潰しが効くっていうのもありますけども、やはりね、ポイント交換も非常にシンプルでね、交換するだけで利用できるっていうのはですね、他のカードとかも必要ないですし、またね、ポイントから ANA マイルに交換するだけっていう風になりますんで、やはりね、この点はね、非常に非常におすすめポイントかななんていうふうに思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますのでフォローチェックしてみるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。